ロドリグ・ボーボアは、フランスのプロバスケットボール選手。リーガアッコブのサスキ・バスコニア所属。フランスの海外圏グアドループ出身。ポジションは、ポイントガード。百八十八センチメートル、八十四キログラム。二千六年に、フランス A リーグ初例バスケットで、プロデビュー。その後、ミカエル・ピートラスが、バスケットボールキャンプを主催した際に見出され、二千九年の、 NBA ドラフトにおいて1巡目25位指名で、オクラホマシティサンダーに指名された。直後に、将来の2巡目指名権とともに、ダラスマーベリックスへトレードされた。2010年3月27日、タイワォリアーズ戦にて、キャリアハイとなる40得点、ルーキー新記録となる1試合で9本のスリーポイントを記録した。2011年のダラスマーベリックスの、 NBA 優勝を経験するも、その後は怪我などもあり、目立った活躍ができず、2013年夏に、マブスから、クオリファイングオファーの提示を受けることができずに、放出され、現在は、サスキバスコニアでプレーしている。183cm と、小柄な身長ながら、ウィングスパンが 208cm あり、スピードと長い手を活かしたディフェンス力がある。また、サイズ的に、 PG としての飛躍を期待されているが、ダラスモーニング氏のデイビッド・ムーアが、リアンドロ・バルボサに似ていると表しているように、現時点においては、PG というよりはむしろ、SG タイプである。実際、リック・カーライル HC が、今後はロディを、サブ PG として起用すると公言して臨んだ2010年2月5日の、ミネソタティン・バーウルブズ戦で、ボーボアは17得点を挙げる活躍を見せたものの、 カーライルの信頼を得られず、わずか一試合でその座を、コセバレアに明け渡した。ありがとうございます。